皆様こんにちは。今回はルネッサンス最高傑作の彫刻ミケランジェロのダビデ像があるアカデミア美術館の入場とその周辺のグルメスポットについてお話しさせていただきます。アカデミア美術館はその名が示す通りヨーロッパで最も歴史ある美術学校フィレンツェのアカデミアの付属美術館です。美術館の北隣、サンマルコ広場に面したクリーム色のロジアが美術学校の建物です。そして南隣、アルファーニ通りの角には、フィレンツェの音楽院、コンセルバトーリオ・ディ・ムージカ・ルイジ・ケルビーニがあるというアーティスティックなエリアになっています。この立地からアカデミア美術館には美術品のコレクションのみならず、ストラディバリア、初期のピアノなど貴重な楽器のコレクションもございます。美術館入り口付近の様子です。入場の列は3つに分けられています。一番南寄りから始まっている列が予約をしていない人の列、赤のプレートの上に時間が書かれた表示がある列が個人予約の列、同様の緑色のプレートがある列が団体予約の列になっています。予約された方は予約表を美術館入り口の道を挟んで正面にあるチケットオフィスまたは館内のチケットオフィスで引き換える必要がございます。美術館のすぐそばにはスーパーカルフールがあり、美術学校の正面にはフィレンツェの人気パニーノチェーンアールアンティーコビナイオの支店がオープンしています。美術館があるリカーソリー通りを大聖堂に向かって歩いていく途中にクリアタイプのジェラート店カラベがあり、ジェラートはもちろんグラニータがフィレンツェで最も美味しいと言われています。皆様最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。これからもフィレンツェやイタリアの情報を発信してまいりますので、ご登録くださいましたら励みになります。ではまた、さようなら。